クワガタムシ科は、コガネムシ上科を分類するトガの一つである。1819年にマックリーによって創設された分類群であり、世界に約100属1500種が知られる。ルカナイデイについては、森に住む虫という意味であるが、かつてイタリア南部のルカニア地方では、クワガタムシを真横にした風習があり、フィグルスがルカニア地方にちなんでクワガタムシを ルカニと呼んでいたことを古代ローマの博物学者であるプリニウスが記している。また、ルカニは森の意味もあり、紀元前から森の虫の象徴とされてきた歴史が伺える。本家の特徴としては、触覚の規模の第一節が長く、第二節から屈曲し、その先の変状節は互いに離れて連なっている。腹部は五節からなる。 幼虫は足に発音器があるなどが挙げられる。このグループは和妙の元ともなっているオスの大きく発達した大顎が特徴的に思われるが、死ゆで外部形態上の性的に型がほとんど認められない種も多く存在している。体長も3ミリメートル程度の種から最大120ミリメートル近い種までと幅があり、同種での個体差も大きい。また、 形態が似ていても生殖期の違いから別紙とされるものまで存在するが、これはクワガタムシに限らず、昆虫全般に言えることである。さらに、最近になっても多くの新種が見つかっているので、分類については困難を極めている。甲虫類の化石は極めて少ないため、甲虫類は昆虫の中では新しいグループに分類されているが、先進予から、 中心ヨゴ頃の地層からクワガタムシの化石が発見されており、クワガタムシ科は、甲虫類の中では、原始的なグループに属していることが明らかになっている。クワガタムシ科は、さらに赤に分類されるが、研究者によって意見が分かれている。今後、分子系統学などによって、より適した分類が期待されている。キム・アンド・ファレル2015の分子系統解析により、 クワガタムシカの分岐順序が初めて明らかとなって、前述の一部の体系も、非体系統であると示唆される。日本のクワガタムシカの一部については、ミトコンドリア DNA を解析した結果から、分岐の順序が明らかとなっている。ありがとうございます。